んばんは。いつも見てくださいありがとうございます。今日ですね、無事試験が終わりまして、結果は明日分かるんですけど、どっちに転んだとしてちょっと、ベストは尽くせたかなっていうふうに思います。ちょっと覚えきれてない単語がいくつかあったんですけど、ちょっとどうだろうな、なんか微妙なラインにいると思うんですよね。落とすか落とさないかみたいなあとは先生の多分判断かなって思います。で、はい、もともとですね、今週水曜日動画上げてきたんですけど、毎週けど今週はちょっと試験が今日まであったので、今日の夜上げるということで、はい、今編集をしてます、野外で。はい、じゃあちょっと一旦お疲れ様の、ソウルはマジで今日は天気がいいです。外で作業したりとか、友達と多分お酒飲む日としては最高ですね。はい、明日も学校あって、明日学校に行って楽器が終わるっていう感じです。本当は明日手ぶらで学校行きたかったんですけど、一応本持ってきてくださいって言われたので、はい、いつも通りのリュックサックで行きたいと思います。では今週のビデオも見てください。おー、暗かった、すごい、めっちゃ可愛い。なにここ、ネオンだらけ。今このピアっていうお店入ってきたんですけど、なんかめっちゃ可愛いなと思って入ったら、韓国のストリート系のブランド、マルディも置いてあるんですけど、ここシンチョンユーフレックスの中にあって地下なんですけど、なんかそういえば前友達が、いや、シンチョンのユーフレックスの地下って結構ストリートブランド豊富にあるお店あるよって言われてて、あ、ここだったんだって思って、はい、シュプリームも置いてありますし、なんかマルディの商品も結構あるので、ぜひストリート系のファッション好きな方いらっしゃったら来てみてください。お値段もそんなに、 T シャツも5000円から1万円ぐらいで、はい、めっちゃ可愛い。いやー、いい店ですね、ピア。ジューシー来るのマジで10年ぶりぐらいかも。いや、10年って言ったらちょっと大げさだけど、5年も経ってるからさ。あのフレッシュオレンジジュースめっちゃ可愛くて、ね、シンプルジューシー、韓国でもね、来てたんですけど、なんかもう今日本でさ、アフリカ行ってるじゃないですか。だからわざわざジューシーとかがなくなって、でも当時めちゃくちゃ流行ってて、ジューシーだらけですよ。あ、ちょっと呼ばれてるんで、はい、ちょっと見ました。
はですね、クイズがあるんですけど、ちょっと式の何時だったっけ、7時、8時ぐらいまで寝てて、そこから起きてからちょっとぼーっとしてたんで、結局なんか寝たの1時間ぐらいで、しかもなんかそこまで勉強もせずで、まあちょっと頑張ります。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。ちょっとあとちょっと食べてね。今日は TikTok ライブをするので、ちょっとデザートを買ってきたんですけど、デザートの前にちょっと今ジムジルバー行ってきてめちゃくちゃお腹が空いたので、まあ、キムチと焼き芋、あと黒米を買ってきたのでスイカも買ってきたので、スイカはデザートに食べて、でキムチと焼き芋とあと黒米をまず夜ご飯で食べたいと思います。ちょっと今最近見てるネットフリックスのイシャチャ・ジョンスク、もともと医学生でただ妊娠して子供を育てるために医者になる道を諦めて、で今になって、まあ、レジデンスっていうんですか、研修医をやり直そうとする、まあ、なんか一回死にかけて、なんだろう、ちょっと自分のもっと人生を謳歌すべきだなみたいな話なんですけど、それを最近見てます。ちょっと今見ながら、最近買うこのキムチ、これ美味しい。こんな感じで、こんなに全部食べないと思って、もしかして食べきるかもしれないし、一応キムチ準備完了で、ご飯もチンしたいと思います。
時はなんか上着ないといけないなって今思いました。はい、カスタムコーヒーチェーン店なんですけど、ギンチャラテ、私の大好きなクルマラテもある、超おすすめです。TikTok 夢を、ああ、ダーキー。